なんとなんと、この度髪の毛を切りました。いやー、沢口靖子みたいでいい感じです。やっぱり男は靖子のように短髪だね。フィリピンすれば何かが変わる。いきにいなせにエドニス始まるよこう、エドワです。はいと、今日の天気は曇りと。皆さん、フィリピンしてますか？まあ今日は曇っておりまして、やっぱり暑いですね。まあこういう天気嫌じゃないね。さて今何度かなと、31.8 度。まあそこまでではなかですね。ほんで湿度が 68% と、今日のニュースの情報元は PTB、GMA、CNN、いつこもりのショーの YouTube チャンネルからになります。今日のエドニュース。さても皆さんと、どてらい。バッテン、今日もどてらいとです。え？何がそんなにどてらいかと申されるか、知りたいですか？知らざいって聞かせやしょ。それが何かと申しますとね、ナイアですよ。ナイア。ナイアって言うと、そう、マニラ空港ですね。またもまたまたこのマニラ空港で事件は起こっておったのです。そうです。事件は現場でしか起きんとです。しかも、今回はターミナル1でその事件が起こっておったようですね。で、とある中国人旅行者がまあフィリピンを出国しようとしておりまして、まあ、荷物検査を受けておったんですね。バッグをトレーに入れまして、このベルトコンベアを通りまして、まあ、荷物の中をチェックされますわね。で、出てきました荷物を女性検査員がトレイをね、そのテーブルへ運びまして、まあ、何かしらね、ピーってなったのが、まあ、再検査をしたようですね。ほしたらば、中国人はその女性検査員が確認をしながら、ヒンダリの手に何かを隠したように見えたと。ほいで、持って、女性検査員は中国人が怪しむのに感づきまして、その刹那、背を向けたという。これで中国人は、奴は何かをしやがったあると思ったようで、後ろ足まで助け十字に会いなします。墓のもろし高々と捉え上げました中国人旅行者は、自分のバッグにすぐさま歩み寄りました。どうも、やらやら、どうも、その中国人は、すぐさまに自分のカバンをチェックしましたが、違う、そう、バッグの中よりも金子が抜き取られておったようですね。その額、隅から隅までずーっと数えました結果、見事に300ドルがなくなっておったという。こんなんあります？あるんです。あったんですね。まあ、荷物検査中にね、金子を抜き取るというのは以前にもありましたね。覚えちゃりますか？で、バッテン、これはさっきの女が300ドルを抜き取ったに違いないあると訴えたようなんですね。まあほいでも至極当然、そう、検査員側は、いやそんな知りませんよ、アンさんの勘違いちゃいまっかってな塩梅やったんですね。さあ、これは一体全体どちらが嘘をついてるんでしょうね。中国人なのか、はたまた検査員なのか。両子愛争う時は一個は傷つき一個は倒れる。その真相聞きたいですか？聞かれて答えるもおこがましいが、これで監視カメラをチェックすることと相なったんですね。ほしたらば、そこには衝撃的な映像が残りまくりまクリスティやったんですよ。にゃんと、にゃんと、にゃんと、にゃにゃにゃんと、その女性検査員は確かに何かをその中国人のバッグから抜き取っておったんですね。で、中国人に感づかれて背を向けたと。で、その後にその抜き取ったものを女性検査員は口へ入れたんですね。ほいで、飲み込もうとしたんですよ。それがドーン。で、その口へ入れたもん、トドのつまりが、そう、もしかし、300ドルやったのかもしれまへんと。
で、思ったよりもでかかったので飲み込もうとはしましたができなかったと。だもんでもんで、あもんでだもんで、それを見かねました同僚がほいってな塩梅で、まあ、水を渡してきたんですね。で、それを受け取りまして、もう一回口の中へ入れ直しまして、の水を流し込みまして、の見事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 飲み込んだと。これどすねと。こんなんあります？あるんです。やっぱりべっきりぽっきりすっきりとあったんですね。ほいでね最初はこれ喉に詰まらせておるでしょう、うん、って苦しんでおったようなんですよ。まあ監視カメラの映像っていうのはその後からなんですけどね。で、冒頭にね、この女の後ろから話しかけておる女の人おりますでしょう。この人は水を渡した同僚ではなくて旅行者やったようですね。で、なんかわからんくて、まあこの女の人に質問をしようとして話しかけたようですが、そう、この女は何かを飲み込むことに必死も必死なゆえに、まあ無視しておったようですね。で、これがその中国人のバッグから抜き取られたとされる300ドルやないんかってなことで現在はなっておると。で、これがその300ドルやったとしましたら、まあ同僚は飲み込ませるために水を渡しておったようですから、助けておるっちゅう寸法でしょう。だもんでもんで、あもんでだもんで、もしもこれが盗んだ金子なんやったとしたら、彼らは組織的にやっておるっちゅう寸法でしょう。ほいでもって、そう、これからも一致団結してやっていくっちゅう寸法、ポポンポンでしょ。いやー、これはまさに、フィリピンしてるー。皆さん、ご一緒に、フィリピンしてるー。誰も彼もがフィリピンしてるー。拍手。これはまさにそう、クールポコ状態と。ほんでね、現在はこのドテライ女の捜査がされておるようですね。この女ですが28歳の契約社員のようですね。ほいで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 、水を渡したとされる同僚、まあそれともう一人の計3人が捜査中のようであると。これでね、ピノイたちはこのドテライ女に対しまして、栗の恥さらしめとか、よく飲み込んだねとか、まあ、なまら話題も話題ですね。いや、それにしてもね、一度でいいから見てみたい、ピノイがフィリピンしないとこ、どうも、桂江戸丸です。みたいな感じですね。まあ、それにしてもそれにしても、この後に例の300ドルが、まあ、300ドルやったとしましたら、まあ、それは、おケツから出てくるんですかね。まあ、もしかし、まあ、もしかし、その300ドルが出てきたといたしまして、その300ドルはその300ドルのこの形を保っておるんですかね。いやー、それにしてもこのチャンネルはまんだまんだ28歳ですから、若いですね。このモザイクのキャンジが逆に、逆に、これエロさを増しまくりまくりすぎでしょ。で、ドスケベボーイズ諸君は、このモザイクの感じに、興奮も興奮しておるでしょ。え？バッテン！ドスケベボーイズは、80歳だって、ボーイズだい！これね、その後に、検査員同士でこれ、笑い話になっておったでしょうね。いやー、まっさかあそこでお前、300ドルを喉に詰まらせるなんてな。いや、助かったわ。あん時に水を渡してくれて、グッジョブやったで。なんて会話があった可能姉妹な可能性もね、ないこともないこともないこともないと。まあまんだね、疑いの段階で確定はしておらんちゅうことで、まあ、モザイクも入っておりますし、名前もね、明らかにはされちょらんのですね。ほんで、以前にもね、マニラ空港では荷物検査の時に金子を抜き取るちゅうのがありましたでしょう。あん時は、タイのね、バンコクからトランジットでマニラ空港に立ち寄ったタイの男の子やったね。これどすねと。日本で働くタイ男性が
タイからマニラ経由にて日本へ戻る道すがらに起こった事件である。マニラ空港にてタイ男性が荷物検査にて通したバッグからお金が抜き取られた。お金が盗まれたと主張するタイ人男性をおばちゃん検査員が奥へ、そして盗んだお金を返したのだ。泥棒です。連れのタイ人男性から出た言葉、泥棒です。片言の感じがすごくいい。タイ人男性はちゃんとお金があるかどうかを確認する。そしておばちゃん検査員は、あんたダメだよ、ビデオはちゃんと消しておくれよと釘を刺す。だがしかし消すはずもなく、マニラ空港においてはこういった事件が多発しているのでお気をつけ遊ばせ。いやー、この間こともね巻き起こっておりましたんで、何とぞいずれお触りは直しそうのご警戒とご準備のほどひとえにお願い申し上げたてまつりまする。でこれでね、マニラ空港は起死回生の計略をば思いついたんでしたね。覚えちゃる？それが何かと申しあぐれば、検査員のユニフォームからポッケをすべて取り除いたんですね。これはまさに画期的。まあこれでね、盗んだ金子をポッケに忍ばせるということはできなくなりましたが、まさかのお口の中へ投入されるとはね。まあその心意気だけはあっぱれじゃ。まあほいでもね、努力をする方向をね、これ完全完璧にね間違えてしまいまして、そうらえど、まあこの女を含めました3人は現在は停職処分中のようなり。で、越川大使ですよ。我らが、そう、コッシーですね。コッシー、コッシー、コッシー、コッシー。これ、ええ加減怒られるんちゃうかな。で、そのコッシーが、中国はフィリピンの西の海で、サンゴを違法に取っておるという疑いがある。海は地球の生命線ずら。今すぐやめるずら。と言わはったみたいですね。どうも、やらやら、やらやら、どうも、中国は、フィリピンの海でサンゴを取りまくりまくりすぎのようであると。ほんでね、これに対しまして中国は、おいおいみんな、フェイクニュースには気をつけるんだぜ、なんかどっかの大使がザレ事をほざいてやがる、マジウケるんですけど。まあ確かに確かに海は地球の生命線あるよ。ほんならな、福島の汚染水をどげんかせんといかんのちゃいまっかって言うてますね。まあ、さすがの中国ですね。まあ、中国にはね、これ、証拠とか、まあ、そんなもん関係なく、バッテン、荒川静香の稲葉川ですからね。ほいでね、その中国がサンゴを取っておる海ありますでしょう。それは、そう、フィリピンのこの西の方の海ですね。こっちか。で、そのあたりでは、2020年と今を比較しましてね、漁獲量が減っておるようなんで、おま。で、問題です。一体全体何パーセントほど漁獲量は減っておるでしょう。どうもやら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 、どうも 70% も減っちゅうもちゅうのようであると。で、今後は違う、そう違う、さらに減少していくことになるだろうと予想がされておるようなり。ちなみもちなみにはございまするが、漁獲量の減少自体は中国の漁船がフィリピンへ入ってきだしました2011年頃から減っていっておるようですね。で、コッシーの言う通り、そう、サンゴが取られまくりまくりすぎでしょう。ということは、違う、魚たちの餌自体も減っていっておると。したっけね、さらに漁獲量は減っていくことになるだろうとのことですね。で、現在、その中国がサンゴを取りまくった海底がどうなっておるのかと申しあぐりますとね、これがまさかの、瓦礫でまみれておるという。ほいでね、僕が住みますのは、そう、ケソンシティですね。みんな分かってきちゅうね。で、そのケソンシティでヘルメットです。トドのつまりが、そう、ヘルメットをかぶらんと、まあ、走っておりましたね。バイクのカッポーがおったようなんですね。こんならどうなりますか？その格好は、捕まった！正解。まあ、捕まったと。
で、旦那さんはドライバーズライセンスなんか中バッテン荒川じゃと愛なりまして、急に、ほんまに急になんですが走り出したんですね。要は奥さんとバイクを置いて逃げ出したと。まあ、その時のね、奥さんの心の中では、お前は走り出す、何かに追われるよ、そう、紅状態突入したっちゅう寸法も寸法で、寸法が寸法ですよ。で、その後がね、こんなんやったようどす。Mga aawa nga ako sa inyo, pero ayaw niyo naman po sumunod. Ayaw niyo naman po sumunod. Ako na po ang magpapaliwanag sa... Unang-una, yung ginawa ng asawa mo na umalis, bawal po yun. Bawal po yun. Okay. Ma, これでね、MMDA は、旦那は逃げたと。だもんでもんで、もんでだもんで、このバイクは没収せんならんのじゃき。と言うておりまして、それに対しまして奥さんは、そんなご無体なことは言わないでおくれよ。あっちは置き去りにされたんだよ。今だってあっちは信じられないさ。あんたには自死がないのかい？いやいやいや、そんなこと言われたって違反は違反だよ、奥さん。あんただけ特別扱いなんてできるわけがねえだろう。けな塩梅やったようですね。こらえらこっちゃでしょ。そもそもが奥さんとバイク置いて逃げる？紅状態に突入しますか？するんです。するんですね。で、これどうなったと思います？この数十分後に一個一進一休一退、まさかのこの逃げた旦那さんが戻ってきたんですね。で、この旦那さんは息も絶え絶えにって差し出したんですよ。それがニャント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 、ドライバーズライセンスであったと。こんなあります？あるんです。やっぱりあったんですね。ダダ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 ダ。ほいでもって、この割烹にあるものをあげるんですね。それは何でしょう？正解は、MMDA はこの割烹に感動したちゅうことで、ヘルメットをあげたんですね。はい、ドーン！ほら、しっかりぺっきりもっきりすっきりと、ブランニューヘルメットですよ。ほら、奥さんも感動しておるでしょう。ついさっきまではね、いがみのゴンタなみにね、いがみやっておったのにね。あ、いがみのゴンタって義経千本桜に出てくるいがみのゴンタですね。で、まあね、なんかようわかりませんが、ハッピーエンドであると。ほんでね、MMDA が、そもそも、なんでおめえは何も言わずに走り去ったんでいって聞き申しましたところ、旦那さんは、わしは心の中で、I'll be back って叫んだで、と、笑いかけたという。めでたし、めでたし。では、ここで喉を潤しますよ。くー！今日はね、ホットコーヒーですね。やっぱおじさんのエッセンシャル、それは、そう、コーヒーですね。今日のお土産のコーナーですけどね、それがね、こちら、ドーン！ほら、白い恋人ですね。いやーね、なんやかんやで、僕ね、お土産もらいましたランキング1位が、このね、白い恋人ですね。今までね、なんか多分ね、5個ぐらい持てますね。いや、ほいでもね、皆さん、ご存知でしょうが、白い恋人ってね、何個あってもね、ありがたいですからね。いやー、サラマ・ポリンキーさん、どうも、おおきに。そうも言いますれば、9月19からまたオイルプライスがね、ハイクしたようですね。オイルプライスがハイクって、ルー！これでね、今回は6円以上上がりまくりまクリスティであると。で、今年って、そう、2023年ですね。
まあ、今年に入りましてガソリンは 15.5 ペソ、ほんでディーゼルは 11.1 ペソも上がっておるという。いやー、これは寝耳にウォーターですね。ほんで、エクスチェンジレートでおますが、1ドルが 56.78 ペソと、ほんで1万円が3832ペソでおりゃる。いやー、なかなか4000ペソ台に行きませんね。今年はいかんとですかね。あ、そういえばね、台湾では幸運なんだか不運なんだかようわからん人がおりましたね。台湾にね、ほら新北市ってありますでしょ。なんかニュータイペイなんて言われておる例のあそこですね。で、こちらをどうぞと、トラックが走っておるんですけどね、スピンしましてそのまんま東3回転をするんですよ。ほしたらばフロントガラスが割れておりまして、その間から外にね、そのドライバーが投げ飛ばされたと。まさかの着地はええ感じにしてしもうたと。まあ、こんだけ派手な事故をしましたわけですが、このドライバーはにゃっと、かすり傷で済んだという。映画やん。ってな感じでしょう。ほんでね、前回サンボアンガで米が密輸されておったっていう話オーバーありましたね。米の価格がね、じゃんじゃんバリバリ上がっておりますでしょう。で、まあ密輸をしまして、人儲けしてやろうじゃねえかっていうね、せこい奴らの仕業やったんですけどね。あん後に、マイニラのトンドにありますウェアハウスに置きましても、9000万ペソ分のね、米が見つかったようですね。至極当然、そう、密輸された米ですよ。で、他にもね、このウェアハウスでは、3億ペソ分のアイテムが密輸されておったようですね。で、さらに、カビーテとラスピーニャスに置きましても、だいたい4000万ペソ分のね、米が見つかったようですね。で、ここで見つかった米ちゅうのは、かなり上乗せされまして、売られておったようですね。ほんでね、ほら、いっちゃん最初に見つかりました、サンボアンガでの分ありますでしょう。あっこで見つかった米ですが、マルコス大統領が、プレミアムクオリティライスを、1500サックスをね、貧しい人々に、配ったようであると。ほんでね、ピノイの10人に7人が違う1年以内に海外旅行へ行く予定のようですね。しかも今うちの 82% が1年以内に2回以上海外旅行へ行く予定のようですね。で、気になるのは、そう、デスティネーション、ディバ、これがマンズは東南アジアにおきましては1位がタイ。ほんで2位は、そう、シンガポールですね。やってきた3位はマレーシアとベトナムですね。ほいでね、これが東南アジア以外の国では3位 USA。 ほんで2位はパンにハムハサムリだでおなじみの韓国ですね。ほいでもって流行る1位はエキゾチジャパン、億千万。ほんでね、フィリピンがついにワーキングホリデービザを導入するようですね。ワーキングホリデー、とどのつまりが、そう、旅行先のその国で働くことができる例のやつですね。で、これがどこの国なんでと思うでしょう。これがニャンとオーストラリアのようですね。日本語で言うと、そう、オーストラリアですね。だもんで。フィリピンとオーストラリアは互いにワーキングホリデービザを発行するようであると。で、これが一定前提、いつなんでい、てやんでい、なんてね、ベランメイ長に思うことでございましょう。それがいつからかと申し上げますとね、それは、マンダ決まってはおらんと。ほんでね、パラニアキシティに行って、中国人10人が、ご用だと相なりまして、早漏も早漏ですね。で、このずっこけ10人組ですが、パラニア家を拠点にいたしまして、高級ホテルとかカジーノのお客さんをね、相手にしまして、中国人とフィリピン人8人に春の売り買いをさせておったようですね。で、NBI はこの情報を聞きつけまして、バクラーランにありまするキャツラメのアジトへ奇襲攻撃をかけたようですね。
後ろ足巻きタスキ十字に会いにしますや、墓の桃漏らし高々と取り上げますと、NBI 捜査官は、キャツラ目を一網打尽にいたしたようであると。はい、ドーン。このアジトには大量の札束に、パキューンまでもが何個か出てきまして、至極当然、違う、そう、パキューンの玉も、ドサンコ行さん出てきたと。ほいでもって、ボス的な存在の中国人の男は、今も逃げておるようであると。ほんでね、マイニンラーのトンドにて、夕方ぐらいに警察官がパトロールをしておったようなんですね。ほしたらば、後ろポッケにね、パキューンを隠し持ちました男を見つけたようなんですよ。Hey you! となりまして、話を聞いてみましたところ、何やら挙動が不審も不審であったと。こいつは怪しいな、となりまして、警察署へ連れて行ったんですね。ほいでもって、この男について調べてみましたら驚いた。前回の江戸ニュースでしたがね、キャサリン・ジョイっていうね、7歳の少女が父親から首を絞められまして、殴られまして、その命がおしまいにされるということがございましたでしょう。それで、そのテテ親はどうなりましたか？そう、わざとじゃないんだ。というような書き置きを書き残しまして、逃げたんですね。そうです。そうなんです。このパキューンを持っておったこの男こそがそのテテ親やったようなんですね。そしてこのことは母親にも伝えられました。すると母親はキャサリン・ジョイに寄り添いながら、あの男は捕まったよ、そしてあの男はこれから罪を償うんだとキャサリン・ジョイに語りかけたようですね。チャンネル登録グッドボタンお頼もうします。それでは大断言にございます。